四川レッサーパンダという種類のレッサーパンダでして、中国の四川省というところで生活してます。割とね、標高が高めのところで生活してます。主食はもちろん竹ですね。竹を食べていたり、小鳥を捕まえて食べていたり、昆虫を捕まえて食べていたり、いろいろ食べてますよって言われてます ね、 ね、高いところもしっかり、爪を引っ掛けて登っていくことができます。終わりにしちゃいますからね。じゃあ、あげちゃいますよ。どうですかね、ちっちゃいのと食べ方見比べて、どうですか。